こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんな意味不明な時間なのにショールーム見に来てくれるなんて嬉しいです。こんな意味不明な時間でありがとうございます。珍しいでしょ。この後ちょっと用事があるので、ちょっと時間があるから配信してます。カルカルコメディ、東京カルカルコメディ見に来てくれた皆様ありがとうございました。今回もなかなかすごかったですね。今日はカルカルの秘話配信をしたいと思います。勝手に誰のキャストからの許可取っていなくていないのに、カルカルカルコメ秘話配信をしよう。どこの告知もしてないけど、カムカムレモン熱い、今日熱い、何なの本当に熱い。そう、次回のカルコメはブルーらしいです。たまたまブルーなんだけど、ちなみにこの服ね、なんかこれマジ笑っちゃうんだけど、あの私 NGT 卒業したのが2022年の9月30じゃないですか。卒業プレゼントで卒業公演の時にファンの方が届けてくださったやつなんですけれども、なかなか私の手元に届かなくて、その私がまあ劇場に行く機会がなかったので、卒業してから先月ぐらいに急に安藤さんから送られてきて、これファンの方すごい、さもう1年半越しになりましたが届いてます、来てますありがとうございますまあ季節的にちょうどいいかもほとんどのプレゼントはちゃんと届いたんだけど、唯一これだけが届いてなくて、いただきました、ありがとうございます。すごいおしゃれなんですよ、ナイキで、ありがとうございます。もういただいたものは全て着るスタイルなんで、ありがとうございます。そうで、カルコメの秘話を言いますと、まず今回のキャストはすごい、アフタートークだとなんかすごい B チーム陽キャみたいに言われてて、そうで私もすいません陽キャぶってたんです、その時。そうなんか陽キャみたいな雰囲気だったからとか笑ってたけど、もう全然違すぎて、自分だけなんか恥ずかしかったです。多分私本来ならどちらかというと、性格だけで言うともう絶対 A チームの人間なのになんか陽キャ設定されちゃって、なんか陽キャぶっちゃったあの瞬間ごめんなさい、黙っててみんなでも私のファンの方はもう分かってると思う、奈々子陽キャ無理して陽キャぶってるって思ってたと思うけど、本当すいません無理してた私は陽キャじゃないです、どちらかというと陰なんですけど、今回はね、今回のキャスト確かに、てか三田さんが結構そのすごく人とのコミュニケーションをちゃんとしっかり取ってくれる方、それが初めての相手だろうといつも関わってる相手だろうと平等にコミュニケーションを取ってくださる方だったから、なんだろう、マリアンもレナポンもめちゃめちゃ積極的にコミュニケーション取るわけじゃない、まあ、マリアンは結構積極的か、でもやっぱ三田さんがいたから本当に稽古初回から壁がなかったなって思いました。で本当、うん、雰囲気が良かったのは三田真央さんのおかげですね。でもね、そのね、今までのチームと、私一応カルコメはグリーン、パープル、イエローブラックで、今回のレッド、なんと4回目
カルコメ5作品中4作品出ちゃってるんですけれども、西村奈々子はその今までのキャストの中で一番あの台本を覚える人がいなかった。だから私結構焦ってて、え、結構みんなゆっくりだなっていうことに今までのチームと違くて、そこに焦りがあったかも。なんか今まで例えば前回だとイエローブラックだと長谷川りもちゃんもすごい早く覚えてたし、ピーポーってなってますね。あとはグリーンも佐藤遥ちゃんとか早かったし、みんな早かったかも。パープルも小山桃代ちゃんとかも本当初回稽古からなんか本番立てるんじゃないかぐらい覚えてたし、割とだその台本を早めに覚えるっていう子がカルコメ多かったから、今回みんな結構なんかそうゆっくり、そう台本いらずなのかな、みんなすっごいさ。いや実を言うと私は今回稽古6回あったんですよ。でそのラス6回やって4回目の稽古の時に私は体調を崩してお休みしたんですね。で私が参加4回目休んで5、6と稽古出たんですけど、その5回目の稽古ラス2の稽古の時に、まあ、私その1個前の稽古休んでたから、あきっと次の稽古にはみんなもう絶対めっちゃ仕上がってるだろうから、もう私結構練習しないとやばいかも、みんな絶対すごいだろうな、もうみんな仕上がってるだろうなって思って、な当たりってきた急に急にありがとうございます、ギフトありがとう、当たりありがとう、セッテンガーさんありがとうございます。そう急に、あと私はだから結構今回は自分が体調崩して休んでる時にめっちゃ練習してたんですよ。で5回目稽古行くじゃん、みんな覚えてなかったの台本って思って、でもその逆に台本覚えてないくて面白い空気が出てたから、何この人たちすごっって思ってた今までのねキャストさんと違かった雰囲気が。そうでもなんかすごいなんか西村先生覚えるの早いみたいなことを言って、ね、よくいろんなキャストさんから言われるんですけど、その西村先生は早いんじゃなくて、確かにもしかしたら、はい、覚えることは割と得意 な方かもしれないけど、私はその台本見ながらだと稽古ができないタイプなんですね。そう本持ちながらやると私動けなくなっちゃったりして、もう本当立ちっぱなしになっちゃうの。だから私はもう台本話して頭に台本がある状態で稽古をやらないと稽古にならないタイプなんですね。そうそうだから焦って覚えてるだけで、本持って稽古できる子はそれでいいんですよ。私はそれができないから焦って覚えてるだけなんですけど、そうでマリアン私が多分そうすごい焦って覚えちゃうタイプで、その後ねマリアンが覚えてレナポン三田真央さんが覚えて、で最後の最後に滑り込みで覚えたクラウンポップクラポかわいいリナそのめっちゃあのこれはリナちゃん私大好きなんですけど、リナちゃんはその台本通りにやらないのよ私超大好きなリナちゃんのこと超大好きなんだけど、その台本のセリフを絶妙じゃない、もう90度変えてくるんですよそうそうそう、だからすごい惑わされて
リナワールドに私は引き込まれてた。そう面白いですよ。でもさすがにあの一回だけ私はリナちゃんに言ったのはなんだっけ、三玉さんがおばあちゃん役、108歳のおばあちゃん役やってて、あの耳が遠いっていう設定だったんですよ。でマリアンが喋っても三玉さん聞こえてなくて、でリナちゃんが耳が遠いのでもうちょっと大きな声で話してあげてってマリアンに言うシーンがあったんですよ。でその耳が遠いのでね、もう少し大きな声で話してもらえるっていうリナちゃんのセリフを、リナちゃんが声が小さいから、あなた声が小さいからもうちょっと大きな声で喋ってくれるって絶妙に話の方向が変わっちゃう言い方をしてて、さすがにそれはあの多分ねちょっと違うかもって、そこだけ、あとはもう全部リナワールドでそう、声が小さいの、あなた声が小さいからって言っててちょっと違うかもでも偉いですよね、ちゃんと稽古始まる1時間前、 A チームの稽古の時からさ、あの稽古場に入っててさ、なんか兄さんが言ってたんですけど、だいたい稽古場に一番最初に入るのってだいたいなんか私のことが多いんだって。確かに私はその例えば基本的にはね15分前とかには行くタイプなんですよ。そうだから私より稽古は早い人がいないから兄さんがびっくりしてた。あ、なんか西村さんより早い人いるんですね。しかもその早いの度合いが次元が違うみたいなもうA チームの稽古の時からいるみたいな。でそんなりなちゃんが靴下をくれました。 N って書いてある靴下をくれてありがとう。よかった、イニシャル NN で。多分りなちゃん、あでもそっか NN、 まあそうみんなそうか、ありがとう。これ今日も履くね今日はちょっとあれか、まあいいや履くね。そう、りなちゃんはね早めに稽古に入って A チームの稽古を見てるんですよ。そうなの。でもなんかあの A チームのその練習も、あ A チームの練習もそうだし本番も見てたんですけど、 A チームの方がそのハプニングが多かったみたいで、マイクのトラブルとかがあったから、私たまたまその時見てたからめっちゃヒヤヒヤしちゃった。やばい、マイクトラブル起きてるみたいな。そうガサガサガサって音とかが出ちゃった。リナさん名字ないですからね、確かにそうリーナーだから、リーが名字なのわかんないよ本当の名前は。なんか佐藤さんかもしれないじゃん、実はみんながリナって言ってるだけで実は佐藤斎さんかもしれない佐藤斎、帰りにいつ次はいつ会えるかなって言われました。えかちょっと勘違いしそうになったリナちゃんって結構そのなんか私全然敬語じゃなくていいのに私に対して敬語とかみんなに対して敬語使ってるんですよ。そのりなちゃんが急に次はいつ会えるかなって普通に敬語じゃなくなんか言ってきたから、え付き合ってたっけ言い方が付き合ってたっけ、ドキドキしちゃった、びっくりしちゃった急に次はいつ会えますかねとかじゃなくて次はいつ会えるかなっていう、かわいい。でも本当になんか今回のカルコメはみんながいい子で、とかみんな毎回いい子なんですけど、皆さんな楽しく稽古させていただきましたよ。稽古も本番も
でも本当に A チームなんかね、私がたまたま見た A チームの時が2公演目だったんですよね。その時にね、なんかもう本当 A チームが大変そうで、結構私はドキドキしちゃいました。素敵なチームでしたよ本当に。あかねそらちゃんっていう子が A にいたんですけど、そのラスト稽古2回目ぐらいの時に声やばくて、その前日かなんかにツアーがあったみたいで、スタダのウッカっていうユニットグループの子なんですけど、あかねそらちゃんこれ声大丈夫なのかなって思ったら、本番までにはなんとか良くなってましたね。でもね、そらちゃんは本当なんかお芝居がやってみたくて入ったんだって、この世界に。でもまあ結果ユニットとしてデビューすることになって、アイドルとして活動をしてて、だからその本当にやっと夢が叶いましたみたいなことを言ってた。私もなんか近所のおばさんみたいな、よかったね本当によかったねってなって、でも軽コメでごめんねって思って、絶対そのちゃんとしたちゃんとしたやつの方がよかったよねみたいな、軽コメでごめんねって思ったけど、嬉しかったですよ。そうやってさ、なんかね、カルコメ楽しいですって言ってくれる子がいて、でも本当にあかねそらちゃんいい子で、なんかほっこりしました。まあでも今回はやっぱり三田真央さん、エマスリン最強説ですねもう正直私台本見た時に、うわ三田真央さんの役は絶対やりたくないって思っちゃったのもう難しいから絶対できないって思ったし、そう早くみんな配信見てほしいな。なんかほんとマリアンのうっを見てほしい一向に覚えられない。マリアンがそのもともと体がちょっとやられちゃってて余計うっってなるシーンがあったの。悪化しちゃうみたいなシーンがあって、その悪化するのをマリア毎回忘れるんですよ。で一瞬シーンとなって、私だってなって、うっあって言い出すんですよ。それが本当に面白い。 A チーム B チームか B チームのディレイ配信見てほしい。まあ、最終日もめっちゃ面白いんだけどね。最終日最終日も最終日で、そう三田真央さんはそう笑ってくれますよ、ちゃんと。あっちが本性ですよ。なんかさ、その最終日の時に、千秋楽の時にそのなんかトマト畑に行くシーンがあったんですけど、どういうこと？トマト畑に行くシーンがあって、りなちゃんがそのこんな野蛮人間この畑にその入れたらとんでもないことになってしまいますよみたいなセリフがあって、ちゃんとしたセリフなんですけど、りなちゃんがそこをその完全にセリフが飛んじゃってて、こんな野蛮人間畑からポイしちゃいますみたいなことを必死に言い出して、さすがに雑すぎるよと私言っちゃってちょっとはいもう一回って言ったけど、りなちゃんセリフが出てこなくて、こんな野蛮人間バイってもう2回ちょっとリベンジさせたけどダメでした。あれも面白くて、あれもディレイ配信で流してほしい。そう
面白い。でも本当ハプニングが。ただ急にラムネ食べる。ただこのハプニングで言うと、実を言うとね、今までのカルコメでセリフが出てこなかったっていうハプニングは超少ないんですよ。一回私やらかしたんだけど多分過去4回出てきてセリフ飛ぶっていうアクシデントが発生したのは多分私だけだと思うの。基本みんなね、なぜかセリフ飛ばずにちゃんとできるんですよ、カルコメって。ただカルコメって他にハプニングが起こっちゃったり、例えばマイクが外れちゃうとか、マイクの不具合が起きるとか、そういうハプニング、あと笑いすぎておかしくなっちゃうとか、そういうハプニングが多かったけど、今回はそういう、なんだろう、機材トラブルみたいなのは B チームよくて安心しました。やっぱ一番心が持ってかれちゃうのって演者としてね、機材トラブルだから、それがなかったのよかった。そう、今回それが良かったです。あとはそうそう、 A の2公演目が結構そうなんですよね。でもあれもチャンリナが、初めてチャンリナって言ったんですけど、チャンリナがすごいドヤ顔でなぜこういうことが起きてるのかって私に説明してくれたんですよ。チャンリナ曰く、これはあれですよ、私の意見じゃないです、チャンリナが言ってた話な、チャンリナの、あの考えなんですけど、あの A チームの2公演目にハプニング、マイクトラブルが起きたのは多分あかねそらちゃんのマイクなんですよ。で2つ目のお話、あの赤ずきんちゃんの話からトラブルが起きてて、あかねそらちゃんって基本的に赤ずきんの話の時は座って本読んでるんですよ。その座ってる時にコードをお尻に踏んじゃってるから多分接続が悪くなってるんだと思います。でチャンリナはすごい専門的なことを話してくれて、でも確かにそれもあるなって思ったの。りなちゃんもさ、あかねそらちゃんと同じ役だから多分接続とか気にしてたのかなって思って、多分そのマイクのコードをお尻に踏んじゃってたかなんかしてたのかな、だからブツブツ鳴っちゃってたのかなっていう、それが原因なんじゃないか説をりなちゃんは見てる時に私にすごい心配そうな顔しながら話してくれましたりなちゃんと二人で見てたんですよ。そう、確かにそうかもって思って、でも前回も実はマイクトラブルがあったんですよ。イエローブラックの時、イエローブラックの時も私のチームじゃなかったけど、隣のチーム私何チームだっけ、私が B かな、ソーダサリナさんとかのチーム、高橋彩香ちゃんとか別班はマイクトラブルがあって、結構カルコメはそれが多いから、今回そのマイクの本当さらに専門家の人が実は入ってくれててそうカルコメ史上初、音響さんのなんかスペシャリストみたいな方が入ってくれたんですよ。今まで以上のスペシャリストが、そう、ジョーステとかを担当してくれてるような音響さんが来てくれて、それでもやっぱ難しいんですね。たまたま私がいたチームではなかったけど、まあでもね、私のチームも一瞬ねマイクトラブルあったんだよね。でもねすぐ治った。私たちのチームは千秋楽の4つ目の話の時にありましたね。レナポンが一瞬マイクを、ね、落としたんですよ。多分それなのかなって思ったけど、すぐ早く治ったからよかったと思って。
もやっぱ私はやっぱトラブルで言ったら、私は一番好きなトラブルがあって一番好きなトラブルって何なのって感じなんですけどカルコメグリーンっていうね、私が一番最初に出たカルコメがあったんですよ。その時にトーリアンセって歌を5人で歌う、4人で歌うっていうシーンがあって、トーリアンセトーリアンセここはなんちゃらなんちゃらだみたいな歌あるじゃないですか。それ4人で歌うのになんかわかんないけど笑いが止まらなくなっちゃって普通の歌なのに結局最後まで歌ってたのが里春一人になっちゃってあれ覚えてる人いるかなこうみんな手つなぎながら歌うっていうシーンだったんだけど、里春が一人で最後まで歌ってて、里春がソロでお届けしましたって歌い終わったと言ってて、私はもう一番好きなトラブルはハプニングはあれかも。本当に申し訳ないんだけど、あと大駒奈々ちゃんがマイクを落としたとかいろいろあったけど、やっぱり通り合わせで誰も歌わなくなったっていうのがあれは一番面白かったと思う。あれもう本当グリーンも面白かったな。意味わかんない話だったけど面白かった。でもなんかカルコメって、まあ、ホワイトがどんな感じになったのか私はわからないんですけど、グリーンからまあ今回のレッドまでやってて思うのが、なんかより話が分かりやすくなってる気がする。そんなことない、話が一回見たらああなるほどねってなる作品によりなってるのと、あとその伏線回収がより濃くなってる気がする、回を重ねるにつれて。割とまあグリーンも伏線回収あったけど、やっぱイエローブラックと今回のレッドとかに比べたらそこまでの伏線回収系ではなかった気がするからね。グリーン面白いね。サオリンマジ面白いよね。こんにちは、仕事終えたところお疲れ様。そうだよ、伏線回収が気持ちいい。そう本当にそう、ソラネで遮断機育てられた。あ本当笑ってくれた、嬉しい。えなんかさ、ちょっと待って、ソラネの待って、カルコメ史上、あ今回のレッドで結構上位のハプニング、私今思い出した、ちょまたリナちゃんの話になっちゃうんだけどあのなんだっけ、私とレナポン、ミタマオさん、リナちゃん4人が中学校の幼馴染のすごい暗い4人組って役だったんですけど、私赤の瞳です、私関口ふき子とか一人一人名前を言っていくシーンがあって、りなちゃん瞳って名前じゃないのに千秋楽の時に私なんちゃら瞳ですって違う人の名前言ってたの。でもそのなんかその本人はそう、ハイジ、そうハイジハイジ、そう私関口なん名字忘れちゃったけど私なんとかハイジって役なのに人の名前言ってて、いや気づいてる人いたんだ。それねレナポンだけ気づいてて、でもレナポンも本番だから触れなかったんだって。で終わった後にえねえねえハイジって言ってなかったよね、私の名前言ってたよねってなってはーって言ってて、それは気づいてる人いたんだ、さすがだわ。そうまさかの人の名前言っちゃう、でもいや人の名前言っちゃう、あでもグリーンの時もあったか、グリーンの時に私ねなんかあもう覚えてないわ、なんちゃら川越って役だったのに
大郷まないちゃんが長谷川って言ったのもあったけど、でも私突っ込んだ気がする、長谷川じゃないですって言って川越ですって言った気がするけど、大郷まないちゃんって女の子がいて、その子がキャスト一人一人の名前をなんか紹介していくみたいなシーンがあって、なんちゃらなんなんとかの川越なんちゃらのかんちゃらみたいな名前をね言ってくんだけど、まさかの私川越役なのになんちゃらの長谷川って、私のこと長谷川って紹介した、なんか全然あの緑関係ないそれはあったね、面白い。なんかカルコメってさ、私は結構やっぱり長谷川川が合ってるか、セフ確かに、なんかカルコメってイエローブラックあたりから結構系統が変わったのかなと私は思ってるんですよ。ボケの数とか増えたのかなとか思ってて、だからなんだろう、グリーンの記憶がまあ昔だからっていうのもあるけど割と薄れてきてるけど、やっぱ今振り返ってもやっぱグリーンって面白いかもって今になってなんかどんどん味が出てくる。でもねグリーンってもう見れないのかな、映像もし見れる方いたら見てほしいけどな。そうパワープレイになってる、そうそう、なんかグリーンはパワープレイではないけどなんかじわじわ面白いみたいな感じなんですよね。そうイエローブラックぶっ飛んでた。今回のレッドはお話が最初に帰るとこそう戻るんですよね。そう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 、でも今回私本当にセリフを覚えることに全く苦労しなかった。グリーンディレイ配信でまだ変える、本当見てほしい。大滝沙織ちゃんがマジで面白いから。瀬の瀬って役を大滝沙織ちゃんがやってて、みんな名前がその怪文にな、怪文っていうの、私が違う、私なバンバって役で、瀬の瀬ろくろっていう名字、なんかみんながそういう名字の役で、大滝沙織ちゃんが瀬の瀬って役やって、あれがめっちゃ面白かった。私カルコメのキャラクターで一番、カルコメに出てきた人物で一番好きかも。ブルーのカラー小道具なんだろうな、ね、てかブルー出るのかな、こんな服着て。でも毎回スタッフさんに聞かれるんです、どうするってすごいあのありがたいことに、どうするって毎回聞かれるから、今はどうしようかなって考えてる最中です。すごくリアルなこと言うと毎回考えてるんですよちゃんと。基本的にはスタッフさんにどうする、出るって言われます。選択権を委ねられます。どうする出る。ドラえもんの話なのかな。 NGT 初期から応援してます、ななこちゃんとみはちゃん、写真賞のアベライ日が来るなんて無理ですね、嬉しい。りなちゃんドラえもん好きなの。あね待って、今日りなちゃんの話しかしてないな。りなちゃんって野菜嫌いらしいよそうりなちゃんと結構帰り一緒に帰ることが多くて、私あの野菜食べれないんですって言ってて、でも一方でれなぽんはもうトマト超大好きなの、もう逆なんです。カルコメブルーはどうしようか、基本的にそうトマト苦手、私は食べれない野菜てか、私ね一回そう稽古最中にちょっと体調崩しちゃった時に、その栄養素あるものを取ろうと思って、まあいろんなものを食べてたんですけど、コンビニでトマトジュースを無意識で買ってて、で結果飲まなかったの。
で、あ、今日飲んでないからじゃあ稽古場に持ってこうと思って、でもよくよく考えたらなんか稽古場でトマトジュース飲んでるってめっちゃ意識高いやつじゃんと思って恥ずかしくてやめて結局ずっと私は冷蔵庫の中に入れてて、昨日の夜お父さんに、でこのトマトジュース誰のって言われて、あ、7個んだよって言ったら、え、飲んでいいって言われて、結果お父さんが飲んでました私は元気になったので、カルコメブルーどうしよう、みんな来てくれますか、みんな来てくれますか、みんなが来てくれるんだったら、いろいろ思うことはあるんですが、私こんなにカルコメ出ちゃっていいのかなとか思うし、もしかしたらなんか新しいキャストだけでやる方がなんか面白いのかなとか、急になんかひよったりするんですよなんかそうな、変になんか何回も出てる人がいるとなんか気使うかなみんなとか思ったりして、もしみんなが、まあでも本当にね、もう真ガチでスケジュールの問題で出れない可能性も全然あるんですけど、もし皆さんが、そうだよね、そう新潟にねお住まいの方とかはそんなに、そう渋谷って気軽にそう行ける場所じゃない、そうなの、そうなんだよね。でも私はそのカルコメのすごく好きなところは後ろのお客さんめっちゃ見えるんですよ。まあ舞台も見えるんだけど、やっぱ舞台ってもうシンプルに物理的な距離がやっぱあるから、立候補会とか見えるっちゃ見えるけど、立候補会ってめちゃめちゃ立候補会じゃないと、カルコメは本当に後ろのお客さんめっちゃ見えるんです。なんならそのいわゆる PA 宅っていう関係者の席もそうだし、スタッフさんの顔まで見えるんですよ。だから私はそれがすごい好きで、そのいわゆる出席確認めっちゃできるから、なんかギリギリになってチケット買いましたって言ってくれた方とかいらっしゃったんだけど、そういう方とかもなんかすぐ分かるんですよね。だから私はすごく好きなんです。だから皆さんももしその後ろの席で、ああ推しは見つけてくれないのかなって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、全然正直その本当に前日に、本番前日に買って、おそらく一番最後にチケット買った方が私のファンの方だったんですよ。ただめちゃめちゃどこにいるか分かったし、アフタートークも結構自分のファンの方が、前にいらっしゃる方もいらっしゃったけど、後ろに固まってた方もいらっしゃって、全然見えてるよってなんか何なのこの手なんか針金みたい妖怪みたい、何この、この角度だとなんかめっちゃ手長く見えるすごい見えて、今手振って見えてるよって思いながら、私はファンの方のこと見てました。120番130番台出した。いや見えてた見えてた、なんかこうやるとめっちゃ手長く見える、何なんだろうでもすっごい、もちいやもう前のファンの方もめっちゃそれは見えるよ。ただやっぱその自分のファンの方が何人その見に来てくれているっていうのは分かるから、そのチケットの申し込みのところで、その誰がどこ誰が来てるかまでは知らないけど、何人かっていうのは分かるから、あここに、あこの方と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 この方が来てくれたんだ、あすごい、なんかあ
右奥に固まってるなと思いや意外とあ真ん中にいる、あでもこっちにもいるとか結構ね私は探しがいがありました。でもやっぱその私のファンの方はやっぱそのもちろん関東在住の方とか関西の方もいらっしゃるし、いろいろな方がいらっしゃるけど、やっぱり新潟の方が割と多いのかな。からやっぱまあ、とか遠征の方も多いからなるべくその土日か金曜日にね公演やってくれれば嬉しいなとか思ったりはするけど、カルコメめっちゃ客席見ちゃうというか見えるライトの関係なのかな、うん。でもその演出家じゃない舞台のスタッフさん、その照明さんとかに聞いたことがあるんですけれども、その例えば作品ものの舞台ってそのちゃんいわゆるちゃんとした舞台、上ステのこともそうだし、私のことを見えてましたよ。そういろんなそういう作品、しっかりとした作品、真面目な舞台ってストーリーをファンの方に見てもらうっていう舞台であって、演者がレスを送るものじゃないじゃないですか伝わる？そう、例えば上捨てとかってファンの方は物語を見に来てくださってるわけであって、アイドルの現場みたいにレスを送る文化はないじゃないですか基本的に。だから割と照明は落としてることが多いんだって。結構それで例えばもうそう物語を見せてるわけだから割とさ客席をもう結構暗くしてるわけじゃないですか。でも落語とかって実は落語って一番最初ちょっと暗かったんですよ。でもその2回目の落語から実はちょっとだいぶ明るくなってるんですね客席が。それは何でかっていうとファンの方のリアクションが演者をめちゃめちゃ左右するから、落語ってもうお客さんが笑ってなかったらお客さんのリアクションがすごい気になる作品なわけですよ落語って。だからお客さんの顔がしっかり見えるように明るくしたんだって。落語、私が一番最初に出た水曜落語は暗かったんですよ。でもその数ヶ月後、あ嘘、2回目とかかなの落語は結構明るくなったんですね。でカルコメも一緒で、カルコメもそうお客さん巻き込んじゃうし、お客さんの顔が結構大事だからすっごい明るい、むしろ眩しい説あるぐらいだからすっごい見えるんですよ落語は。だから割と明るいしすごい見えるから、そのこの間落語見に行ったんですよ、中井ゆり、あの東京女子流の中井ゆりが出てた落語を見に、メイと庄司メイと見に行ったんですけれども、そのもうゆりは私とメイが見に来てることも客席明るいから見えるんだって、余計緊張したわって言われてそうだから落語見に行った時は、行く時は関係者はもうなんかなるべく顔隠した方がいいかも、演者に緊張されちゃう、いや来てるよあいつってなるかいつだっけあれ、ゆりの落語は3月20日かな、違うか、まあそれぐらい、武蔵野芸能劇場でやった落語があって、そんなメイティンが6月に落語やるんです、メイティン私ももしスケジュールが合えば見に行けたらなと思ってて、今何とも言えないんですけど行きたいな。
タタンチャ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 ン。あ、でもうち幸い町いい綺麗だけど、うち幸い町はそのね綺麗なんですけど、あのすごい演者の話になっちゃうんですけど、お手洗い行くのに階段登んないといけないのやだわ、文句文句、急な文句。そう、実はそうなんですよ。三鷹は結構いろんな場所にね演者はお手洗いあるんだけど、駅から目つぶってもいいけど、いける、目つぶっていける。うち幸い町は東京駅から近くで最高。そうだね、近いね。やっぱさ近いのがいいよね。こんにちは。トイレ事情まで。じゃあそう、あとまあでもお客さんの顔が NBS ホールとかもすっごい見えるけどね。三鷹遠いよね。わかるわかる。しかもさ中央線で種類がありすぎて、うんってなる。すっごい早いやつもあるのに、中央快速か中央特快かわかんないけど、ギャンブルですよねあとなんかいいコンビニが近くないし、さっと行けるコンビニがない。あるのかもしれないけど私は知らない。反対側のね駅の方だったらいいんですけど、出口ね。そんな紀ノ国屋で買い物するほど優雅じゃないしみたいな北千住が近い、風強。じゃあまた塚田さん出ていただかないと。私なんか結構覚えてる、風が強く吹いてる作品を北千住のシアター千住ってところでやったんですけど、あれはその本当にその塚田さんを応援してらっしゃる女性のファンの方が、キャストが私以外女性だ、男性だったから、お客さんもみんな女性なの。だからこそもう私のことを見に来てくれているおじさんたちが本当に私泣きそうなぐらい嬉しくて、来てくれてるおじさん、私のおじさんとか思いながら、あ、意外と最善にいるとか嬉しい。あ、なんかほんと嬉しいです。そんなさ、しかも風ティオなんてさ、私そんなに出番多いわけじゃないの、出番多くないのに目立つっていうすごい美味しい役ではあるんだけどそう、ほんとにそう、私のねおじさんたちが見に来てくれてありがとうって、もう本当に涙が出るぐらい嬉しかったよ。まあ一つ、私は A チーム、カルコメ A チームも B チームも見たんですけれども、 A チームの方が女性ファンの方多いのかなって思いました。たまたまかなたまたま私が見た回の A チームの女性のお客さんが多かったのかな。やっぱ B チームのキャストを支えてるファンの方はおじ率高いんだなって思って嬉しいって思って、おじさん大好きでも私のことを応援してくれている可愛い可愛い女の子の方もいっぱい来てくれて嬉しかったよ。え、そう、 A チーム女性結構いたの。そうなの。だからあれ、 B チームはねすごいあの馴染みのある方が多くて、私はありがとうって思って、いつもの私の応援してくれてるおじさんたちが、
クラッポのファンの方もほぼ男ですし、クラッポおじさん怒られる、クラッポおじさんって言ったら怒られるクラッポおじのこと私大好きですよ、みんないい人だし。A チーム見てないや、 B チームもバラバラ、あ、そう、まあ、B チームもお客さん、あの女性の方ももちろんいらっしゃったけど、 A チーム多かったと思う。和久井優ちゃんとか多分女性のお客さん多いって言ってたしな。マリアンとかもそんな感じだし。うちも数年後おじさんになるのでその際はそちらに向かいますおいで、いつでもおいで。こんにちは。クラッポみんなそうかな。クラッポ関わるとみんなそこから他の方のところを見に行きます。いや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 、私のファンの方も負けてないですよ。ええ、私のファンの方も負けてないですよ。私のファンの方はすぐ他の現場行きますよ。ええ、知ってますから、私見てるから、チケット売り上げ見てるから。なんで私が出てない A チームに、なんで10人、8人か、8人近く行ってんのかなって思ったり私 A チーム出てないはずなのに、なんで8人もいるのかなとか思ったりして そう、ハリマカナって T シャツ着ていてるおじさんがいたりとか。でもすごいのが、私のファンの方ってそのいろんなとこ行くんだけど、そっちにもう引っ越しとかはしないのその完全引っ越しはしないのよ。ちゃんと本部にちゃんといてくれるの。所属はここなのよ。兼任はするけど、所属はちゃんと西村奈々子のままでいてくれてんの。どういうことそう、戻ってくるのよ。その点 Y は舞台は奈々子担当してて、もグループでいっぱいいますからね。そう、りなちゃんとね、ハリマカナがね、同じそうグループになるんですよね。そう、みんなホームは私でいてくれるの。それね、すっごい言われる、自分 あのうちのスタッフさんになんかいろんな私が出てない落語とか見に来てるけど、そのちゃんといるよねみたいな。しかもちゃんと他のチームの公演行く時もお気に入りのキャスト西村奈々子にしてくれてる、ありがとうでもね、私本当にもう涙が出るぐらいありがたいなって思ってるのが、これ私卒業して今1年半、もう1年半以上経ってるのかなんですけど、実を言うと卒業後一発目落語やったじゃないですか。そこからお客さんがありがたいことに数字で言うと減ってないんですよ。その現場に来てくれる、その舞台をで見に来てくれる、西村奈々子目当てで来てくれる方がそう減ってないんですよね。私は絶対もうグループに抜けたらもうこうなってくのは仕方ないっていうのはもう分かってるし、だからこそ残ってくださるファンの方を一生懸命なんだろう、その楽しませてあげれたらなって思ってるけど、ありがたいことに、そうなんです、分かんない、これからじゃもうガタ落ちするかもしれないんですけどそう1年半もなんか変わらず、なんかちゃんと応援してくださってる方がね、変わらずいてくれるってめちゃめ
ちゃありがたいことだなって思って。私は正直いわゆるそういう何チケットの申し込み数とかは、まあ最初の落語とかはまあそんなに落ちることはないかなって思ったけど、やっぱそれなりにその後も落語やってたし軽く前もやったから、まあちょっとずつ減ってくんだろうなって思ってたんですけど、まあそう超リアルなことを言うと、卒業後一発目にやった落語4捨てだったんですよ。私卒業後一発目じゃないか、ちょっと忘れちゃったの、一番最後にやった落語か、1年前以上だね。その時にやった落語私4捨てやって、まあ私のことを目当てで来てくれたっていう方の数字があって、その数字とこの間の最近までやってた軽コメのレッドもまあアフタートーク入れた4捨てなんですけれども、ここの数字が実は全く一緒だったんですよ。やっぱすごくありがたいって思ったんだよね。それいやなんか私がお芝居で頑張っていきたいっていう人だったらなんか一緒じゃなくてもっと上に行けるようになるかもしれないけど、私は本当に今いる方を楽しませてあげたいっていう精神なのね、割とそうお芝居を突き詰めて頑張りたいとかも思ってないし、楽しいからやってるってだけで、そうそう、だから変わらずいてくれるって、まあ、もちろんあのいなくなった人いるかもしれないし、新しくなファンになってくれた方もいると思うんだけど、それでもこうやってなんか数字をしっかり保たさせていただいているなんかもうめちゃめちゃ嬉しいなって思って、こんな幸せなことないって思ったの。だからなんかグループ卒業してからもう絶対にファンの方減っちゃうって思ったけど、こうやって本当に来てくれる方がいらっしゃるのが本当に嬉しい。駅伝女優だから、駅伝女優って何漬物みたいに飽きないんだな、嬉しい。そうだね、クラボさんも解散を控えて、そうだね、リナちゃんが言ってたもん、本当にありがたいんです。でもなんか私ってうまいこと舞台の、まあ、そんな私もねガンガンいろんな舞台やってるってわけじゃなくて、私割とあの狭く深くやっちゃってる人じゃないですか、カルコメという分野を深くやってるだけで、だからめちゃめちゃお芝居やってるわけじゃないんですけど、なんか私って割とうまいこと舞台という世界に入れたなって思ってて、運よくね、一番最初の舞台がイルミナスの家族の話っていう舞台で、それはさもうなんか私が長野出身だからっていう縁だけで選ばれたんだけど、やっぱあの時期にそういう長野の作品で一人で舞台出れたっていうのは本当に大きかったと思う。まあ、難しいよね。でもやっぱ私は真面目な舞台もやっぱどうなんだ、できるのかな。まあブルーは考えますね。こんな着てるのに。ブルーはまだいつやるかも知らないんですけど、もしマネージャーさんと相談して、でもブルーやるとしたら絶対
ドラえもん出てくるよね。え、なんだろう、青いものって何。え、ねえ今さふと目に入ったんだけど、私あ、やばい、ちょっとやばいやばい、セクシーになっちゃってる、やばい、出ちゃってるお尻ちょっとセクシーになっちゃってる、ちょっと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 出ちゃってるよ、ちょっとちょっとちょっとすいません。これこれこれ私の NGT の時の、そう、十人十色の衣装、私青だったんだね。ね、これはねファンの方が十人十色のメンバー全員に作ってくださって、私青だったんだ私青だったんです。懐かしいですね。青ってなんだろう、なんか空役雲空とかあるのかな。まあ考えます。何月なんだろう。あーサッカーね。でも絶対猫型ロボットはあると思う。でもね聞いて、あのちょっとカルコメブルーで思い出したんですけど、千秋楽の時にその嘘をつまみにお酒を飲む店っていう設定のシーンがあって、私がはい、次のカルコメのカラー黄土色らしいって言ったの。それはあの全然受けなかったんです、結論言うと。でもはいはい、これは私が考えたんじゃなくて兄さんが考えました。皆さんこれ本当勘違いしないでいただきたい。これ私が、うわもう滑ってたんですけど、あれ私が言ったわけじゃないですあの兄さんが考えたんで、はい、私のせいじゃないです最低最低、私が NMB48 だったから。三田真央さんはマジ面白かったちなみに三田真央さんは稽古の時は私が卑弥呼だった頃って言ってましたでも聖徳太子も面白かったですね。私が聖徳太子だった頃この辺は何もなかったわって、おもろいでしょ私が卑弥呼だったからあのその卑弥呼をチョイスするセンスがいいですよね、三田真央さん。でもあれはその、ま、エピソードを話すと、あれ本当三田真央さん何言ってるか分かんないですよ。あたしがにゃ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 っていう、めっちゃ似てないって言うから、その台本だとなんとかをして暮らしていたわっていうセリフの後に私とマリアンが出てくるっていうきっかけだったんですよ。暮らしていたわがきっかけで出てくるんですね。その暮らしていたわがわからないほど三田真央さんがってふがふが言ってたからあの千秋楽出るタイミング間違えましたそう、わかんなかったのいつも暮らしていたわってそれをなんとか聞いて出てたんだけど、千秋楽に関してはわかんなかったって言ってたから、似てるめっちゃ三田真央さんのモノマネできるかもちなみに今回のカルコメは NGT のスタッフさんも見に来てくれてました。とか毎回来てくれてるわ
毎回元マネージャー含め2人来てくれてました。ありがたい。毎回そうやって卒業しても会いに来て、会いに来てって言ったらあれだけど、見に来てくださるの嬉しいです。大感謝、常連です。そう、初日そう諏訪さんいたね。諏訪さんに写真集をお渡ししたんですよ。で、まあ諏訪さん絶対に玄関に飾ってくださいってメッセージ書いて渡したんですね。そしたら同じ文章を書いたメンバーが過去にいるって言われて、須田あかりだよって言われました。こんなこと書くのは須田と西村だけだなって言われて、なんと私須田あかりさんと同じこと返したみたいです。須田さんも絶対に玄関に飾ってって返したみたい。諏訪さんどこでも見かける、確かに。ねえ、私ね、カルコメ、もう話が飛んで申し訳ないんだけど、カルコメ前に美容院に行ってめっちゃ髪の毛ツルツルになったんですよ。なのにね、正直今結構、まあ今もまあまあ別にそんなバサバサじゃないけど、前より傷んでるんですよ。そうキシキシになってて、それなんでかっていうとね、私そのカルコメの最終日の午前中は長野で軽井沢ハーフマラソンの MC やってたから長野に行ったんですね。前乗りしてたんですよ、軽井沢のホテルに前日泊まってて、カルコメ終わった後に。そこのホテルで私間違えてボディーソープで髪の毛洗っちゃったんですよ。で気づかなくて、洗い終わって流した後に、え待って、私ボディーソープで髪の毛洗ったって気づいて、そこからね絶対に髪の毛がバサバサなの。もうショック。皆さんこういうミスしないでください。普段だったらね、なんかそういうホテル行く時とかはシャンプーとトリートメントは自分で持ってくんですよ大体。まあボディーソープはホテルの使うんですけど、シャンプートリートメントは自分で持ってくことが多くて、ただ今回はそのカルコメ終わった後長野行って泊まって軽井沢ハーフマラソン行って、そのまま家帰らずに東京戻ってカルコメっていうスケジュールだったから、荷物が増やせなくて、だからシャンプートリートメント持ってかなかったんですよ。軽井沢のアパホテル、めっちゃ文句言っていい？あ待って、文句は良くない、発言していい？めっちゃ私今から発言をするんだけど、ホテルの予約サイトっていろいろあるじゃないですか。でそのホテル予約サイトによって本当に値段って違うじゃないですか。1万5000円ぐらい違う時って結構あるじゃないですか。でその時にそのまあ軽井沢やっぱ観光客多いし、土日っていうのもあってホテルをね予約したらすっごい値段が3万6000円とかだったの一部屋で、えってなって。でもやっぱ軽井沢だし観光客多いしね、土日だし軽井沢ハーフマラソンもあって泊まってる人多かったし仕方ないかって思って、でもそれでも高いって思って、私はもう夜な夜ないろんなサイトを探して一番安く取れるところで予約したんですよ。それでもまあ実は2万円近くしました。でもそれでも3万6000円払う余裕だったらいいと思って、基本で3万5000、6000円ぐらいのサイトが多かったの、予約サイトで。だから私がもう1万円台後半で買えるところをなんとか探して
予約したんですけど、それが予約したのが5日前とかでね。で、あの、私が長野に行く新幹線でもう一回ホテルサイト見てみたの。そしたら6000円とかで予約ができてて、え、今予約したら6000円になるってことと思って、もうもちろん当日のキャンセルはダメだから、結果まあ、あの、私はその1万円で後半で泊まったんですけど、え、なんで安くなってんのって思って、ええってなって、普通そので直前予約とかになったら高いのかなと思ったのに、いざ直前で見てみたらなんか5,000〜6,000円 で予約ができてたから、はぁーってなって、私まあでもいいやと思って。本当はね、なんか当日入りの予定だったんです。全然当日入りでも間に合うっちゃ、始発で行けば間に合ったんですけど、そのちょっとはそのやっぱ次の日軽井沢ハーフマラソンで午前中やって、そのまますぐ軽コメに出るっていうことを考えたら、やっぱり体力が使う大変だから、本当はね当日入りの予定だったんだけど、私がその自主的に泊まりたいって言ったんですよね。そうそう、本当は泊まらない予定だったんですよ。ただ私が自己判断で泊まりたいって言ったんですよ。だから自分でねいろいろ探してたんだけど、ちょっとさ、だから結構そのホテルって本当予約サイトによって全然値段違うんだなっていうのはすごい学びました。まあ、でも私は前からねその安い予約サイトを探すのが大好きでだから私はそのイルミナスの例えば遠征とか、私のファンクラブイベント新潟でやったじゃないですかそういうのとかもあのスタッフさんが予約しようとしていたホテルは、待ってください、もっと安いとこ探しますって言って、私が探して、ここの方が安いですよって言って、で私あの汚いところはちょっと嫌だから、割と綺麗なところで探すのが得意なんですよ。だからもう最近ホテルは私に任されてる、もういいよ決めてっていうやたらホテルにうるさい女って思われてるかも西村七菜子ちゃんってなんかあんまりマネジメントのこととかなんか言わないけど、ホテル探しだけはうるさいよねって多分言われてると思うなんかこだわりないけどさ、あの子ホテル探しだけやたらと口出してくるって。私はそれが好きなんですよ、自主的にやってる。え、もったいないですよそれって言って、絶対もっと安くていいとこありますって言って、しかも新潟のホテルなんで私が知ってるから、いや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 みたいな、そこじゃなくてここの方が駅から近いし綺麗だし安いしって任せてほしい、ホテルに関しては。ちなみに長野の駅、長野駅であのおすすめのホテルは長野ニューネクストです。安いし綺麗です。見た目外観ちょっと古いなって感じるんですけど、中入ったらめっちゃ綺麗。長野ニューネクスト駅から近いです。あのここが長野駅だったらここ表現下手、ここ長野駅、ここニューネクストな。東急レイホテルとかもいいけど、長野ニューネクストは安いしいいホテルです。アパホテルはポイントが溜まってる人だったらどうぞいいと思います。ちょっと歩くけどね。皆さんもしとかなんか、あ、そう、富寿司の近所、そうそう、一番館とかあるとか、もしその、え、ななこちょっと僕、私
次ここに行くんだけど安いホテル探してほしいって言われたら探すから、みんないつでも行って。実は推しがどこどこに遠征するんだけどあの奈々子安いとこ探してって言って、私が探すから代表して。長野はねどうだから、ホテル代高くなってる昔より。新潟私ね割とホテル安いかなって思ってるけど、ルートイン、あールートインホテルもあるね。あと安さで言ったらあの長野のあっち側のどっち側あの長野のこっち側、東口の方のリブマックスは安いです。駅から近いし善光寺口じゃないからちょっと不便かもしれないけど、長野のこっち側東口側のリブマックスは大浴場もあるしサウナもあるし安くて割といいです。リブマックスかな、長野ニューネクストが私は安さと綺麗さで言ったらいいかな。まあ任せて。新潟は意外とアナクラウンとか高そうに見えて安い時もあるし穴場ですよ。高そうだけどね、意外と安い。私はその古いホテルが苦手なんですよ本当に古いホテルがね得意じゃないの。もし皆さんホテル探してほしいっていう人がいたら私に任せてください。カプセルホテルは泊まったことないな。というかね、なんかアパホテルってさ、なんか結構たこう縦に長い何タワーマンションじゃないけど結構綺麗で大きい縦に長い建物じゃないですか。軽井沢のアパホテルマジ家みたいな形してて、私えこれアパホテルなのって思っちゃって。びっくりした。広島駅の近くに安いホテル探しとく探しとく、安いホテル探すの大好き。あと最近はポイントを貯めることにハマってて遅っ、ペイペイとか D ポイントとかめっちゃ貯めてるんで、割とねホテルをね安く泊まろうと。アパはマットレスが柔らかすぎて腰が痛くなるから苦手。そう、私アパホテル全然好きだけど、私がもうこのホテルちょっとってなったのは、あの世界の人への MV のウラジオストックのホテルは綺麗なんだけど幅がめっちゃ狭いのすごい綺麗だし広いんだけどなぜかベッドが狭いのなんか寝返りあんま打てないみたいな。あとねやっぱお水がね、海外のお水だから当然のことながら髪の毛がキシキシになるの。髪の毛染めてるメンバーとかは結構色落ちちゃったりとかしてたよね。マジ平均台、ほんとマジ平均台だった。あとはあと私は超ラッキーだったことはあって、握手会終わりに、なんか私ね最初の方は NGT 入って後半はもうその東京に家があるっ
実家が東京にあるメンバーマリナちゃんとか私とかはもうなんかスタッフさんホテル取らないで実家に帰ってくださいっていうスタンスだったんだけど、一番最初の頃はなんかそのなんか団体行動みたいなのが大事だったから、みんな同じホテルかホテルが取れなかったら2箇所に分かれてホテルとかだったんですよ。で握手会のなんか朝早い部夜遅い部の子たちで分かれて2箇所で泊まったことがあったので、私は夜の握手会が多かったんですよ。後半組だったんだけど、そのホテルがもうすっごいちょっとお化け出るんじゃないかぐらいの暗くて、畳みたいなもうなんかちょっと古めのホテルだったので、私は結構衝撃を受けて、えここに泊まるのとか思ったんだけど、あ違う、そうまあそうなんだけど、そのホテル実はその私の予約をスタッフさんが知らなかったの、なんかわかんないけど、なんか西村さんは多分実家に帰るかもしれないからみたいな感じで、私がリストに入ってなかったの。だからなんかマネージャーさんがそのとりあえずちょっと私の部屋にいてって言われて私その女性のマネージャーさんの部屋にいたんですけど、めっちゃそれが怖ーとか思ってて、そしたらマネージャーさんがあの握手会朝チームで早く終わった子たちが泊まってるホテルがあって、そこが一部屋空いてたみたいだからそっちにもう行きなよって言われて、スタッフさんが手配してくれてそっちに行くことになったんですよ。結構もうあの近かったから、場所が電車とかにも乗らず歩いて行ったんだけど、めちゃ綺麗でそのホテルえみたいなめっちゃ綺麗じゃんとか思って、だから私はその日すごい快適に寝たの覚えてる。よかったあのお化けみたいなホテルじゃなくてまだね多分2回目の握手会とかでもう、はい、加入したての頃なんだけど、すごいそれを覚えてる。え私超ラッキーじゃんみたいな、めっちゃ綺麗じゃんみたいな、そのホテルあのどこにあったかまで、大井町大井町のなんか美容院大井町かな、知ってます、ビアインみたいな名前、そうビアイン大井町、多分ねいくつか系列はいっぱいあると思うんだけど、すごい綺麗なホテル、あれめっちゃ綺麗やんってなった、思い出がラッキーっていうしょうもない話しちゃった。お化けホテルの特別な体験ができたもん、ね、物は言いようすぎるでしょじゃあそろそろ配信終わりにしようかな。カルコメの話もたくさんできたし、美容院大井町は立候会の時に私は2回泊まったことある。じゃあそろそろ配信を終わりにしようかな。このあと予定があって、大井町は阪急のが有名だけど、こうああそうなの、私全然美容院合ってた、私は割とね綺麗なホテルを探すのが趣味なんで、広島駅近くの安いホテルねじゃあそろそろ配信終わりにしよう。改めましてあのカルコメ見に来てくださった皆様本当ありがとうございました。皆さんのおかげで楽しい時間を過ごすことができました。あとまあブルーもやるみたいなので、ガチでこれあれで振りとかじゃなくてマジで出るか本当にまだ何も決まってない状態なんですけど、あのもし出れることになったらまた見に来てくれたら嬉しいなと思います。またね、でももし
なんとも言えないけど、次のカルコメ出るとしたら多分それがあれ、でもそれあれ今年なのかな、ブルーって分かんないけど、今年正直そういうもうステージに立つ予定がないので、まあもし出ることになったらお願いします。そして今週末はトークポートがあるので、で今週末のトークポートはあれですね、写真集特典なんですけど、あの6月5日かなに、5月27申し込みの6月5日かな、ちょっとまた発信します。あの私のオンライントーク会がありますので、そちらはあのどなた様でも申し込み可能なので、ぜひカルコメの感想を聞かせてください。なのでぜひ皆さんよろしくお願いします。13位秋広さんありがとうございます。12位セレナさんありがとうございます。11位タムヒロさんありがとうございます。10位こんなにこんなにツッチーなんだもんさんありがとうございます。9位ひささんありがとうございます。8位教えないさんありがとうございます。7位タケアットチームアイナさんありがとうございます。6位マモノさんありがとうございます。5位コモさんありがとうございます。4位パックさんありがとうございます。3位トーゴさんありがとうございます。2位サイさんありがとうございます。1位セッテンガーさんありがとうございます。じゃあ皆様またお会いしましょう。見てくれてありがとうございました。みんな元気でねまたね。あれ